ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。コメント3ついきます。これパート5でかな、5ですね。いただいたコメントです。ミンミンさんからのコメントです。声の音量が大きくて BGM が小さいと思います。声を下げるか BGM を上げてほしいですというコメントいただきました。こちら直接ご返信させていただきましたが、イヤホンで聞いてる方なのかな、スピーカーで聞くとちょうどいい音量に、音量すごい間違ってる、ゴーストの方で俺返信しちゃってますね。音量にセットしてありますっていう風に返信したんですけど、自分でも動画確認してますからきっと大丈夫なはずです。確かにちょっと声の音量は大きいかもしれないんだけど、声が聞こえないよりかは絶対マシなはずなんで。で、こういうコメント来たの初めてなんで、もしそういう風に思ってる方いらっしゃいましたら遠慮なく書いてください。そしたら、もう少し調整しますけど、多分 BGM を上げるような形になるかなと思いますが、でも多分大丈夫だと思うけどね。自分の耳が変じゃなければ大丈夫なはずなんですが、さあさあさあ、あと二ついきます。皆さん生でネズミ見られたことあります？ 4 年前に同じセリフ言ってたヨーダルさんっていうコメントいただきました。安堀さんかのコメントですね。やっぱ言ってたか。やっぱ言うことも似通うんですかね。やっぱそうなのかな。NK さんからのコメントです。このリーザスの村に着いた時いつも夜ですね。4年前の実況の時も夜でしたよというコメントいただきました。リンクしてるのか？これはなんかプレイバックなのかもしれないな、ワンチャン。そんな気がしますが。そんな気はしませんが。プレイバックの可能性がないです。ないです。普通にないです。はい。皆さんコメントありがとうございます。すごいコメント欄盛り上がってて。ヤンガスの言う通りじゃな。すごいやりやすいです。助かります。RPG 実況はね、こうやって。となれば、早速酒場じゃ。お前たちは、情報屋とやらを探し出してから来るがよい。はーい。どんだけ飲みたいんすか。ったくしょうがねえな。兄貴、おっさんのことはほっといて、情報屋の旦那んとこへ行きやすいぜ。へい。トナリスを探すって目的も忘れちゃいけねえでガス。ヤンガスも相当見込んでますね、この情報屋さんのことを。相当信用できるというか、能力を持ってる情報屋さんなんでしょうね。すごいな、情報屋ってなんかかっこいいよな。そっか、あれか、昼と夜で、買われるもん、売れるもん、ん？売ってくれるもんが変わるタイプか。じゃあこれを下に降りてみようか。お、ぽいな。例の情報屋の家ってここなんですけど、情報屋の旦那はどうやら留守のようでガスね。仕方ないでガス。一旦おっさんのいる酒場に戻ってどうするか考えるでガスよ。了解。探索はいいか、どうせまたここに来ることになるだろうからな。ルーラで一回出た方が早そうだな。パルミド。ああ、ダメなのか。そこら辺の融通は効かないんですね。まあ、しょうがないですね。もうなんかイベント流れに入っちゃってるんでしょうね。だから不思議な力でかき消されたのと全く同じ状況ってことか。このイベントが始まったらこれを消化しないと絶対次にはいけないよっていうことなんでしょうね。ゴーゴー。情報屋探すのにすごい時間かかった。まだ見つかってないし、その上。おっちゃん。なんでなんで、まったくどうして酒を飲むのにこんなに苦労せんにゃならんのか。これもすべてあのドルマゲスのせいじゃ。それにしても哀れなのは姫じゃ。せっかく婚約も決まったのに、よりにもよって馬の姿とは。せっかく飲みに来てるのに、独り言で愚痴ってかわいそうすぎるだろう。なんじゃ、来とったのか。意外に早かったの。して、ドルマゲスの行方は、つかめた。
何事じゃ。今のは姫の声のようじゃったが。若干ろれつが回ってないですね。おっさん結構飲んだな、さては。おお。大変じゃ、姫が、ミーティアの姿がどこにも見当たらんのじゃ。こいつはいけねえ。足としたことがうっかりしてたでガス。この町の連中は人の過去や事情には無関心だけど、人の持ち物には関心ありまくりでガスよ。それはつまり、我が愛しの姫がこの町の住人に角分かされたという意味なのか。おっさん、落ち着けよ。さらわれたにしてもまだそう遠くには、少なくとも町の外には行ってねえはずだ。すげえオーラ出てるよ怒り狂ってますよ。おお、そうじゃな。今は姫を見つけることが何よりじゃ。聞いての通りじゃ。一刻も早くさらわれた姫を探し出して犯人の魔の手から救うのじゃ。大丈夫だよ、あんな白はそうそう食べようとしないから。お、これだ。つい先ほどものすごい勢いで馬車が東の方へ走っていく。物乞い通り、東。これだよね。ここ？馬車を見なかった？物乞い通りに生きる者として。いいよいいよ、20ゴールドくらい。酔いどれキント。キント。見張り台か。このマップの左下に見張り台あるんですよね。ちょっと行ってみましょうか。なるほどね。村人の話を聞いて、追い詰めていくスタイルなのね。これですよね、見張り台ね。見張り台の方に、だから見張り台の上にじゃないよね。じゃあこれかな？うお、すげえ。なんだこの、汚ねえそこは。998枚、999枚、1000枚と。親父のやつ、目が利きやがるぜ。あの馬の品の良さを一発で見抜くた。さすがは闇商人ってとこか。まあ、このキント様にとっちゃ、馬泥棒くらい朝飯前ってもんさ。誰だお前。まさかあの馬の持ち主。貴様か。わしの可愛い姫をかどわかしたのは貴様なんじゃな。なんでこんなとこに魔物がいるんだ。 あの馬は魔物の姫だったのか。誰が魔物じゃ。とにかく姫を返せ。今すぐ返せ。返さぬとひどい目に遭わせるぞ。許してくれ。あの馬が魔物の姫だったなんて知らなかったんだ。この通り馬を売った金は返すから、どうか命ばかりは。貴様、姫を売ったと申すか。いい、構わぬ。こんな奴は切り捨ててしまえ。すいません、今ブーメランしか持ってないです。まあ落ち着けよおっさん。こんなチンピラ切ったって兄貴の名が汚れるだけってもんだぜ。おいお前、馬姫様を売ったってのはひょっとして物乞い通りにある闇商人の店か。その通りです。よくご存知で。よし、なら売った金をよこしな。言っとくが、ごまかしたりしたらただじゃおかねえかんな。どうぞ1000ゴールドです。本当にこの金額
で売ったんです。どうやら一安心でガス。今の話に出てきた闇商人ってのは実は足の知り合いでしてね、足がこの金を返して頼めばきっと馬姫様を返してくれるでガスよ。それは本当じゃな。そうと分かればこうしてはおれん。早くその闇商人の店に向かうぞ。はーい。そんな女の子座りして怯えてなくても大丈夫ですよ。切ったりしませんから。あ、待った。ツボツボツボ。ごめんごめん。ちょっとね、壊さずにはいられない性分でね。馬一頭で1000ゴールドか。そんなに高くないよな。あ、でも、売れた金額は1000でも、買う金額は3000だったりするからな。馬の価値は意外と高いのか。馬いるとね、移動が楽だからね、多分ね、この時代は特に。今はむしろなんか馬なんていたらもう馬なんて全然使わないんだろうけど、移動手段としてはこれで入れるようになるのかな。あ、ぽいですね。えい、どうも。闇商人の店なんてすごいワクワクするんだけど、個人的には。まず物色から行こうか。あざっす。はい、どうも。お、ヤンガスじゃないか。今日はどうしたんだ。いや、そうじゃねえ。今の足はこっちの兄貴と旅をしてて、盗賊稼業からは足を洗ったんだ。それよりあんた、最近酔いどれ金取ってやつから馬と馬車を買わなかったかい。もう最近っていうのは今だよね。実はその馬と馬車は兄貴の持ち物なんだが、その金取ってのに盗まれちまってな。で、野郎を問い詰めたら、この店に売ったって白状しやがるから慌てて駆けつけたんだよ。金となんぞに盗まれるた、お前さんともあろうものがついていながら油断したもんだな。ま、それはそうと、その馬と馬車だが、確かに金とのやつが売りに来たのを買い取ったぜ。買い取ったんだが、その言いにくいけど、もう売っちまったんだよな。え？あんだって？それでどこの誰に売ったんだ？すぐに取り返しに行かねえと。それがな、さらに言いにくいんだが、買ってったのはゲルダなんだよ。そう、ここで反応するわけですね。ヤンガスと、ん？ヤンガスの不思議なダンジョンで会ってたっけ？そのゲームで多分一緒だった女の子。ゲルダって、あの女盗賊のゲルダかよ。冗談きついぜ。すまねえな。俺にはどうにもできねえや。あとはお前自身で何とかしてくれよ。そのゲルダっていうのとヤンガスの関係がこれから明らかになってきます。ゲルダの住みか分かんないけど。さあ、ということでですね、いや、もうちょっと行こうか。まさかこの件にゲルダのやつが関わってくるなんてな。やれやれ、本当は行きたくないけどしょうがねえ。あいつの家、確か町を出て南西の方にある池に囲まれた場所だったよな。さあ、兄貴、馬姫様を助けに行くとしやしょうぜ。はーい。うん。そう。で、今回、いや、これは自分は初めてなんだけど、こっからは。ゲルダが仲間になるらしいんだよね。ドラクエ6のアモスタイプだとちょっと困るんだけど、大丈夫かな？必ず仲間になってくれればいいんだけど、ちょっと楽しみですね。どんな技を覚えてくれるのかとか、だからスキルの割り振りがすごい楽しみです。よし、じゃあ今回はここで終わっておきましょうか。昼にして武器防具揃えるかもしれません。うん、揃えときます。はい。じゃあとりあえずここで終了しましょう。だいぶカット入ってるから、これ何分なってんだろうな。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。